話を戻すけど、カサッチさん、君が言った予言というのは。あの時 B が M にこう言ったのを聞いたんだ。そこまで固執するなら、お前に一つ秘密を教えてやろう。 R の子はいつの日か復活するよ。え、あの星見の魔女がドラゴンスパインのドリーは復活するって言ったのか。すべて記憶の中の光景だ。間違ってても僕のせいにするなよ。なるほど。ここ最近のドラゴンスパインでの観測結果もその予言を裏付けているよ。以前に比べてドゥリンの心臓の動きが徐々に活発になってきているんだ。非常にゆっくりとだけど、すでに傾向は現れ始めている。そんな、どうすればいいんだ。様々な状況に対応するためにいくつかプランを用意しておこう。もちろん最悪の場合も含めてね。ルリンの過去を知っている身として事態が悪化するのは僕も望まないけど、何事も入念な準備が必要だ。もし予言通りルリンの心臓が元のように動き出したなら、僕の望みとしてはその時復活するのは悪竜ではなく、僕の言いたいことがわかるね。まあ、なんとなくは。そのためには、カサッチさん、その時が来たら君とシムランカのドゥリンの力を貸してほしい。はあ？僕が？君がこのシムランカの世界でドゥリンを救ったのは偶然ではないと思うんだ。もし三女神の行いに意味があるのなら、ロマンチックな解釈を除いてある大胆な仮説を立てられる。つまり、投影されたこの空の運命はあちら側にも影響を与えるかもしれないということだ。ドラゴンスパインのドゥリンが復活する日が来たら、チビドゥリン、そしてその運命と交錯した君の助けが必要になる。し、面倒だね。確かに容易なことじゃない。アルベドお兄ちゃん、あそこに小さな紙のボートがあったよ。お空をふわふわ飛べるの。クレイと一緒に見に行こう。あ、すぐ行くよ。僕の提案についてどうかもう一度検討してほしい、カサッチさん。カサッチ、ただいま。お、何の話をしてたの。なんでもない。そう、じゃあ僕たちも行こう。みんな新しく作ったボートのところにいるよ。わかった、すぐに行く。ふん、僕が他人のしょうもないことに気を揉むようなやつに見えるかい。僕の考えを勝手に想像するな。行くぞ。